はい、日本百名城肥前平戸城に来ています。ここは天守や櫓、建物も立派ですし、門もあるんですけど、石垣がねすごい魅力的で、残されている部分はちょっと少ないんですけど、昔のね感じがすごく、石段にも残っていて、修復とかはしてるみたいですけど、こんな感じもね。だから建物だけじゃなくてですね、石垣ファンの方もぜひというところですが、非常に見応えのある城下町の雰囲気がすごくあるところですよね。ここは小京都じゃないみたいですけど、でも小京都って言っていいと思うんですけどね、なんか違うのかな。海沿いの町はどうも城下はね、ここは特に離島ですし、京都の趣旨から外れるのかもしれませんけど、先日も島原とかね、木月はね海がすぐそばで、あそこは完全に小京都で認定されてて、その意味がねちょっとよくわからないところがありますけど、ここは北小口の門があるところですね、およびその月櫓がある、この家紋はですね、松良家の家紋ですね。ちょっと今逆光になるんで、ここはその書院の入り口でちょっとね光っちゃうんですが、この櫓も綺麗ですよね。こちらも中からも外からも撮れますね。ちょっと今反対側から撮った方がいいかもしれませんけど、また後で撮りたいと思いますね。平戸城北小口門付近でした。